チュニドラシーズン400得点がいよいよ厳しくなってくる。現在131試合で348得点、つまり残り12試合で52得点、1試合あたり 4.33 点取らないといけない。不可能となっております。ちょっとじゃない定期、毎日ハードル高くなってるの。草、あさってからの神宮で30点くらい取ればなんとかなるやろ。セブライオずるくない？チュニドラは日々ハードル高くなってるのに、セブライオはむしろ低くなってるじゃん。この話題出てから打線爆発するどころか試合数だけ減って得点数は変わらずな状況続いとるの、やばいやろ。もう無理で、草、中日が4点取るなんて軽めの奇跡やぞ。10点取り合うような試合を5試合やれば余裕じゃん。そろそろ暗黒時代に突入しそうだな。覚悟しといた方がええで。細川いなかったら300ちょっとだったんじゃないか。この球団 FA 山川に声かけない理由がないぞ。こっから平均 4.33 点も取れたら借金10減るわ。息をするように完封負け。ハードル跳ね上がってね。ここからシーズン総得点400点越すには、今季総得点1位の阪神以上のペースで点取らないといけない。あえて初回に15失点くらいして手抜きになった投手打つ作戦はどうや。セーブなに抜け出しとるんや。嵐の前の静けさって言葉知らない？あと1ヶ月もすれば打線が爆発するぞ。中日ってさ、野手が怪我で抜けてるとかないんだよな。これがベストメンバーなんだよな。それがやばい。ご視聴ありがとうございました。